こちらですね。一眼レフでございます。一眼レフね。これレンズね、中古で買ったんですよ。で、今使ってるんですけど。あの、まあ、何が言いたいかっていうと、この前ですね、インスタでアップしてたら、えー、写真家の方ですかい言われまして。まあ、全然写真家でもなくて、趣味でやってるんですけど。<laughs> 一眼レフ歴初心者、まだ1、2年なんですけど。 まあだいぶね、写真僕結構上手くなったんじゃないかな。自分で言うのもなんですけど。ただ未だにオートフォーカスっていうね。あの、あのカメラのオートフォーカス機能を利用してしか撮影しないっていうね。あのなんか自分でマニュアル設定しないんですよ <laughs>。わかんないから <laughs>。まあそれでも綺麗に撮れるんで。そう。 まあだから、まあ、今まではね写真家の人は写真家の個展みたいなね開いてねそれで発表するとかね雑誌に取り上げられて雑誌を見ないとその写真っていうのは広まんなかったわけじゃないですか今ってね初心者もうね一眼レブねまだ1年ちょっとしか使ってないやつでもねあのそう言われるメディアを 持てるわけですよ。発信できるわけですよ。これってすごくないですか今までは雑誌とか、なんかそのメディアに取り上げられないと写真家ってわかんないじゃないですか。今個人がカメラ1台あればね、別に iPhone でもいいんですけど、僕は iPhone で最初ずっと撮ってたんで、iPhone でも今めっちゃ綺麗に撮れますからね。なんで、しかもインスタのね、フィルタリングがね、すごいいいんですよ。だから加工もできるし、デフォルトでね。だからすごくね、それっぽく出せます <laughs>。なので、まあ、 何するにしても、写真撮るにしても、動画撮るにしても、ブログ何やるにしても、個人がやっぱ発信ができるようになったので、まあこれをね、使わずして何使うんだと、僕は言いたいですよね、うん。要は表現できる場所があって、しかもお金を稼ぐこともできる。こんなね、素晴らしい時代に生まれてて、そこで表現しないっていうのは、情報、まあ表現っていうかね、まあインスタは表現みたいな話なんですけど、写真でどう表現するかっていう。でもその情報発信しないっていうのは、 非常にもったいないなと。0円でできるわけですから。別にお金に困ってないんだったら別にいいんですけど、僕はお金に常に困ってます。常にまだ困ってます。久保さんわかんないですけどね。僕は常にお金に困ってます。で、10年後、20年後、30年後、何もしなくても、うんなんだ、担保できる。まあ僕は5億円って想定してるんですけど。 5億円あれば、まあな、何もしなくてもいけるなっていう。まあ、そこに到達したら、もうお金の心配は、僕は、いらないかなと思うんですよね。貯蓄でげ、現ン、ゲンで5億、貯金あるってなった場合は、まあ、まあ、別にもう大丈夫かなと思うんですけど、そこに到達するまでは、ずっとお金に困ってます。<laughs> なのでずっと発信するし、まあ、5億円貯まってもね、5億円貯まりましたみたいな動画撮るだろうし、<laughs> まあ、結局変わんないですけどね、いってらっしゃい。